gals on in that area. We two feet shut down that arena. You know I'm the dust for corner. I'm in a danger making the trash be mental. My boss babe to pass your level. You too sweet pass sugar level. Body don't start to me and my girl show for the center. Me call my powder. はいどうも、いつもね、動画ご視聴いただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるいガレージライフ、バイクライフ、ラジコンライフの時間です。それでね、今日はね、皆様一緒に最近ね、よくラジコンしてるんですけど、このお仲間の人からね、私が新しく作ってたこの横もさんの RD2.0 というシャーシなんですけど、これいつなったらシェイクダウンするのって言ってね、ずっと言われてたんですよ。それでこちらのね、アンプがね、ちょっと私が思ってるアンプがまだ届かないのでね、ちょっとやめてたんですけど、とりあえずね、もう皆様の声がすっごい大きかったのでね、まあ昔から持ってるアンプ、G-Force さんのも本当はね、入門用の安いアンプ、ブラシレス用のアンプと、それと昔から持ってたこの横もさんのね、02という 10.5T10.5 のモーターと、それとピニオンギアはね、純正でついてた24枚かな。それでね、今日ねちょっとシェイクダウンをやっていこうと思ってます。それであとメカ類に関しては、サーボは横もさんの SP030V2 というのをつけてます。そしてジャイロは、こちらまで横もさんの DP302V4、 こちらをつけてます。それでまあね、ゆくゆくこのね、アンプとモーターはね、もうちょっとハイエンドの分に変えていこうかなとは思ってるんですけど、それでね、まだね、今日はね、もう本当ね、走るかな、どうかなというようなね、シェイクダウンの動画で、まだね、これね、完成ではございません。一応 LED ユニットはね、今回これイーグル模型さんの積んでますけどね、まだ LED、こちらのね、ボディにね、まだ LED のこの中につけるインナーがないのでね、まだつけてません。そしてね、ボディはね、これ横もさんの86で、キャンディー塗装しました。またこのね、キャンディー塗装した風景とかも動画撮影してますのでね、またこちらをね、作る動画も撮影してますのでね、もしよかったらそっちの方でご覧ください。それで今回ね、チョイスしたプロボ、こちらはね、双葉さんのモデルをね、採用させていただきました。双葉さんの、これがね 4PM をね、採用しました。まあそんな感じでね、一応走るようにはなりました。まだ完璧ではないですよ。この LED ユニットとかついてないので、それとこのボディを乗せた時にね、くっつけるやつはね、もうイーグルさんの磁石を採用しました。それで、乗っけたらこんな感じ。もう車高はねかなり低いです。それで、あ、そう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 、このバッテリーもね、今回はね、まあこのスタンダードタイプって言ったらいいのかな、この横もさんの4000のバッテリーを積むことにしました。それでね、これを乗せます。乗せるとね、結構車高下がるんですよ。それでこれを乗っけて、まあちょっとよいしょ、これ2ピンコネクターに今回変えました。こっちの方がねがっちりつくかなと思って2ピンに変えました。それでまあもうね、ほとんど車高もうほとんどないような、最低地上高で5ミリぐらいしかないかなと、はい、もう後ろもほとんどないような感じ。まあこれでね、とりあえずね、何もセッティングもしてません。これで走るかどうか、とりあえずね、シェイクダウンをやっていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみです。あ、ちなみにこのタイヤはね、どこのだったかな、ちょっと書いておきます。この今まで使ってたね、タイヤをちょっとこっち側の方にね、はめました。とりあえずね、走るかどうか試したかったのでね、まあどんな感じかね、この横もさんの
RD2.0 興味のある方はね、どうぞ見てやってください。ではおっちゃんね、今からラジコン楽しみます。おっす。はい、もうシェイクダウン終わりました。これでね、皆様と楽しくね、またこれをね触ってもらったり、走ってもらったりね、いろいろ試してもらえると思います。これね、もう正直な感想言います。もうはっきり言って説明書通り組んだだけ、それで肉っておっちゃん正直言ってまだ真剣に走らすっていうか、まあ、ちょっと前にも走らせたりもしたんですけどね、本当ね肉をやろうと思ってやりだしたのがね、これ5月 の、 ゴールデンウィークからなんですよ。それでまだねおっちゃん1ヶ月しか経ってないんですよ。それで肉のことがまだあんまりわからない状態なんですけど、まあ、この素人のおっちゃん、この素人のおっちゃんがね、普通に素組みして普通に走る、そして、前回は YD2 をね、ちょっと中高を重ね合って走らせてたんですけど、それはやっぱりねある程度の限界値が低くて、まあこれも持ったからそう思うかもしれないんですけど、ある程度こう傾いていった時にお尻がつるっといくというね、まあ YD2 ももうちょっと切れ角とか、あとアッカー前比の調整とか、センター、まあないろいろあるよね、この本当にキャンバーキャスターとかね、そういうのちゃんと合わせてやったらね、同じぐらい走っていくようにはなるようには思うんですけどね、これはねもう正直言ってこのままで大丈夫です。もう入門にはもうすっごいなと思いました。それでね、次はねおっちゃんね、このね 13.5、 これ今のモデルのね横本さんの 13.5 に変えて、それでアンプももうちょっと出力の出るアンプに変えてね、やっていきたいと思います。これもっと出力出たらかなり戦闘能力のある車かなと思いました。それであとはね、飾り付けとして LED とかつけてね、それで皆さんと遊んでいきたいなと思いました。とりあえずね、このシェイクダウンをね、皆さんちょっと動画がしばらく離れてたんでね、待っていただいてる方もたくさんいたと思うんでね、それで今日はとりあえずね急遽シェイクダウンの動画を撮ってみました。それで外は雨なんですけど、ここは四国最大級のねインドアサーキット、雨の日は全然楽しめますのでね、皆さんまたおっちゃんとね、肉取り、そしてね、まあうちのサーキットはね、肉取りだけでなしに四駆のドリフトグリップ走行とね、またトレーラーまで、何でも OK なんでね、また自慢のマシン持ってきておっちゃんに撮影させてください。というわけでね、今日の動画もしよかったらグッドボタンお願いします。それとまたチャンネル登録していただいてね、次の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。というわけで皆さん良い一日をお過ごしください。さようなら。おー、最高。 Thank you.